分岐ツリーズ分岐学とは、系統学の手法の一つ。分岐論、あるいは分類学の一つの方法、あるいは立場として、分岐分類学とも言う。分岐学は、ドイツの昆虫学者、ビリー・ヘニッヒにより、1950年に提唱された。いくつかの種に共通する形質を探し、それらを共通する祖先から受け継いだ形質と仮定し、分岐群のツリーズを作成する。この図を、 分岐図、ないし、クラドグラムという。実際には、複数の形質を用いて、統計処理し、再節約なものを最も確からしい、分岐図として採用する。現代では、分子分岐学の手法も発展し、各分野で盛んに利用されている。事例伝統的な分類学では、ある目立つ形質だけを取り上げて、進化の判断基準とする傾向がある。 例えば鳥類は翼があることをもって進化段階が進んだものと考え古い段階と考えられる爬虫類と分けているしかし鳥類は爬虫類の中の一つの系統であることが明らかであるヘニッヒはこのように一部の形質の変化だけを恣意的に取り上げ進化の段階が進んだかのように考えるのは科学的でないとしたそれに代わる方法としてできるだけ 多数の形質を重み付けをせずに比較して、進化における分岐パターンを明らかにする方法を考案し、ギリシャ語の枝という単語からクリディスティックスと命名した。分類学における分類群には、単一の系統からなる単系統群と大きな単系統群から一部の単系統群を除いてまとめた側系統群があるが、分岐学の立場では、側系統群は、 分類群として認めるべきではなく、単系統群のみを認めるべきだということになる。分岐学では、生物の種その他の群が分化する際には2差、分岐するということを基本過程としている。これに基づいて、A と B からなるクレードは次の3種類のいずれかにより、定義される。クレードの3種類の定義ただし、比較対象が3つ以上ある場合、 必ずしも2さ分岐したとは限らないし、現実に分岐パターンが明らかにできないことも多い。この場合には、濃度からクラウン型に広がったものという意味で、クラウングループという。ステムによるクレードから、その一部であるクラウングループを除いた軍をステムグループという。この用語は便宜的に使われるが、側系統群に相当し、クレードではない。 さらに分岐分類学の考え方では従来用いられてきた属、化、目といった分類階層も客観的ではないとして代わりに分岐段階に基づいて系統を特定する方法を用いている。学名に代わり分岐学的な考えで生物種を同定、命名する方法としてファロコドが提案されている。原生の生物については近年急激に発展してきた。 遺伝子塩基配列やアミノ酸配列を用いる分子系統学により系統の詳細が明らかになりつつある。この方法では側系統群を定義することはできないからこれによる分類は分岐分類学的とならざるを得ない。恐竜などの化石生物では直接分子系統学的に研究するのは不可能である。これらの系統については形態的形質を用いた 分岐学に基づく研究が主流となっている。なお分岐学では、再節約原理を用いて分岐パターンを推定しているため、この方法に由来するエラーもあり得る。それを避けるために、様々な統計学的方法が利用されている。分岐学と他の分類学の最大の違いは、側系統を分類群として認めないという原則である。この影響は非常に大きい。 分岐学の原理の論理性及び分子分類学の発展などもあり、今日、分岐分類学は分類学の中で大きな地位を占めるようになった。しかし、原則を厳密に適用しようとした場合、様々な問題があり、他の分類学や他の分野からの批判がある。以下の問題点の中には、分岐分類学以外でも該当する事項も含まれているが、 特に分岐分類学において顕著な問題になり得るものである。種が側系統になり得ること種 A の個体群が進化して別の種 B になることがあり得る。というより進化の過程で種は常に他の種から分岐してできたものと考えられる。その場合種 B は単系統だが種 A は側系統となる。このように分類学の基本単位である種が 側系統になる場合があるのに、側系統を認めない分岐分類学は矛盾を払んでいるという批判がある。この点に対する反論としては、種階級は特別とし、その単系統性は考慮しないとする考え方がある。進化、分化の形態が分岐のみに限られることを遺伝子の水平伝播や主観雑種による進化過程を記述する場合には、分岐は適切ではない。また、 基本的に二分岐によって分岐過程を表すため三分岐以上の分化を排除してしまう危険性がある。またこれはカンブリア爆発や第三期の哺乳類、鳥類の放散のように短期間に複数のグループが発生した過程を記述する場合にも問題となる。分岐図が煩雑になりすぎること分岐分類を厳密に表現しようとすれば 派生形質の数に近い数の分岐が発生すると考えられる。このため、新しく発生したグループに対しては、あまりにも多くの階級が必要となって、厄介になるという問題がある。また、重要な形質による分岐とそうでない分岐が混在しているため、控えめに言っても見通しが悪い。また、それぞれの分類群に階層を割り当てることが困難となる。 分岐分類で現れる分類群には、上目や赤黄などの階層が割り当てられることがあるが、無理に当てはめたものに過ぎない。これについては前述のファイルコードなどを使用する対処法がある。分類が確定できないこと分類群が側系統であると分かった場合、その分類群を解体し、以下の分類をやり直さなければならない。実際、昆虫類の染み目が、そのようにして解体された。 グループ A、B、C があり、分岐の順序が C かのどちらかであるとする。どちらになるかは、形質や分子解析から決定されるが、どうしても不確実な部分が残る。基幹的なグループで再分類が行われた場合、影響は甚大である。また原理的に、いつまでたっても、分岐図は仮説である部分を含んでいる。一般的、伝統的な分類の概念から乖離していること、 分岐分類学の提示する分類は分類学の内部もしくは生物学の内部では妥当性が承認されるとしても生物学専門家ではない一般人から見た場合には理解が困難なことがある。爬虫類は側系統であることが明らかなので分岐分類学の立場では分類群にはならない。同様に魚類も獅子動物の存在により側系統なので分岐分類学の立場では 分類群にはならない。しかし、日常用語では、爬虫類や魚類の意味、用法は安定しており、両者を廃止することは無理である。すなわち、科学用語と日常用語の乖離の問題である。この点は、前日の煩雑になりすぎることとも絡んで、図鑑や分類表を作る場合に問題になる。もし、正確に分岐分類的な図鑑があったとすれば、 分岐過程を熟知しているものしか検索できないような本末転倒なことになる。このため現在でも図鑑や分類表のほとんどは完全に分岐分類的にはなっていない。ありがとうございます。